激辛ラーメン赤いボディーブローのように。はいどうも、割とクラゲ村でございます。最近日清さんのラーメンをこちらでもよく見かけるようになりまして、ひときわ目を引くのがやはりこちら激辛ラーメン、試してみたいと思います。はい、中身はこんな感じになっております。麺の方が、インドネシアのインスタントにしては多い 109g ですね。あとトッピングのネギで、こちらスープの素、なんか見た目から辛そうですけれどもね、行ってみたいと思います。赤い、はい、完成です。こんな感じになっております。これ匂いからは辛さを感じないんですね。普通のチャルメラみたいな匂いがするんですね。それではいただきたいと思います。いや、辛くないですね。いや、全然いけますね。あ、ちょっとずつきたな、これ。あ、いけるんですけど、こう、口の周りがこう徐々にボディブローのように効いてきますね、これね。終盤は汗が止まりませんね。こう口の中はですね、非常に遊びのない辛さがですね、こう広がってまいります。これですからね。